おととい、夜空に火の玉のような光が現れ、関東各地で目撃情報が相次ぎました。夜空に流れる一筋の光、消える瞬間に緑色の強い光を発しています。これはおととい午後8時42分ごろ、羽田空港に設置された情報カメラが捉えた映像です。火の玉のようにも見えるこの光は関東各地で目撃されました。国立天文台の山岡広報室長によりますと、この光は小惑星のかけらが地球の大気で燃え尽きる際に観測される火球と呼ばれる現象とみられ、光の強さから直径数センチのかけらが燃え尽きたと推測されるということです。また観測される光の色はその時の大気の成分と燃え尽きる小惑星のかけらの成分で決まるということで、今回のような緑色の光は酸素が燃え尽きる時に見られるということです。